者の絵本11より帰ってきたスカーロイ。ピーター・サムは仕事を始めたがっていました。でも責任者は働かせませんでした。もう一日休んだ方がいい。それに後で君をびっくりさせたいんだ。嬉しいな。何ですか？まあ楽しみにしてなさい。と責任者はにっこりしました。びっくりさせることとはスカーロイのことでした。わあ、スカーロイおかえり。ピーターサムは喜びました。スカーロイの加湿に火を入れると彼はシューシューと嬉しそうに音を立てました。ワクワクするよ。まるで若い機関車みたいだ。懐かしい客車をまた引きたくてたまらないよ。客車たちは今も元気かな？スカーロイが聞くと、ピーターサムは、ああ、元気に走ってるよ。あとね、客車が5台増えたんだ、と答えました。スカーロイは興味津々。へえ、どんな客車？ピーターサムは言います。コーラは車掌車で、ベアトリスよりは小さくて、切符を売る窓もない。でも僕は一番好きだな。昔は僕が弾いてたんだ。エイダとジェーンとメイベルは屋根がないんだ。サーハンデルはエイダたちのこと貨車だって言うけど、ちゃんと椅子もあるから僕は客車だと思うよ。スカーロイはどう思う？スカーロイは微笑むと、椅子があるなら客車だね、とはっきり言いました。ピーターサムは言いました。サーハンデルはガートルードとミリセントが一番のお気に入りで、いつもその2台ばかり引いていこうとする。ボギー客車だから、これこそ本当の客車だって言うんだ。サーハンデルはガートルードたちを見ると急行列車を引いてた時を思い出すみたい。2台とも乗客用の椅子があって、ミリセントには車掌さんもいる。その車掌さんが狭い場所で切符を売ってるんだ。でもよくないよ。車掌さんはとても大切な人だし、車掌車が必要だよ。狭い場所に押し込めちゃダメだ。スカーロイは何も言いませんでした。ピーターサムはさらに続けました。貨車から降りるとき、ラスティが手伝ったのかい？ああ、線路の修理や雑用をしに来たと言っていたけど、いいやつだね。スカーロイは微笑みました。ピーターサムは自分が事故に遭った時、ラスティがどんなに親切だったか説明しました。でもダンカンはラスティが好きじゃないんだ。ダンカンって？僕の事故の後代わりに来た機関車さん、とピーターサムは言いました。役に立つ機関車かい？何でも運ぶし、やる気もある。けど、跳ね回ってて行儀が悪いんだ。前は工場で働いてたらしくて、言葉もたまにきついんだ。なるほどね、とスカーロイ。ちょうどその時電話が鳴り、スカーロイの機関士と助手は運転室に乗り込みました。行くぞ、スカーロイ。ダンカンがトンネルから出られなくなった。助けに行こう。スカーロイは嬉しくなりました。走りたかったし、ダンカンに会いたかったのです。コーラと作業員を見つけて急ぎました。線路も随分綺麗で滑らかになったな。スカーロイは思いました。昔の凸凹は全部治ってる。ラスティのおかげだな。褒めてあげなきゃ。ダンカンはトンネルの反対側の出口で動けなくなっていました。客車はトンネルの外に出ていたので、乗客たちは機関士と助手と一緒に運転室の屋根とトンネルの天井に挟まった岩をどかそうとしていました。ダンカンはプンプン怒っています。俺は正直でぶっきらぼうな機関車だ。思ったことはそのまま言う。トンネルはトンネルらしくなきゃダメだ。
ウサギの穴じゃあるまいし、この鉄道はなってないな。機関士は言いました。バカなこと言うな。このトンネルはロックンロールなんて踊らなければ十分通れる大きさなんだぞ。岩が取り除かれると、スカーロイがダンカンと客車を引っ張って無事トンネルから出ることができました。コーラは側線に残され、作業員も安全確認のために残りました。ダンカンは帰り道ずっと文句を言っていましたが、スカーロイは気に留めませんでした。みんなの帰りを待っていた責任者が言いました。いいかいダンカン、トンネルは何も悪くない。君がロックンロールを踊ろうとするからあんな目に遭ったんだ。今度同じことをしたら運転室と煙突をちょん切るぞ。ダンカンは恥ずかしくなりました。その夜はいつものダンカンとは大違いでした。